お元気様です。久留米市州立の平です。本日はですね、久留米市州立の、宣伝というかですね、久留米市州立の状況についてちょっとお伝えしたいと思います。で、毎週木曜日がですね、非常に視聴率が悪くて、もう本当にコアな、方しか見られてないのでですね、特にそういうな、その久留米市州立に興味があると。大学受験、久留米市州立に興味ないけども、普段はですね、大学受験の情報がもらえるんだったら見ようみたいな感じの方が、月曜から木曜まで、あるいは土日に、来られてるんですけどですね、金曜日っていうのはちょっとやっぱ皆さん見られないんですよね。うん。で、さらに言うと、ちょっと、土曜日がめちゃめちゃ視聴率が多いなというふうには感じております。視聴率で視聴者数が多いなというふうに感じてます。はい。ということでですね、本日は、久留米市州立のシステムというかですね、そのあたり、ちょっとお問い合わせが最近ちょっと多いんですよ。多いもんですから、ちょっとここで一旦ですね、去年、一昨年なんかは週に1回こうやって久留米市州立の宣伝をしてたんですけど、もうちょっと宣伝しなくても生徒が集まるようになってきたもんですから、もうさっきにちょっとですね、こういう、オンラインでの、宣伝動画を出してなかったので、ちょっと失敗したなと思ってですね、かなりちょっと質問が多いので、説明させていただきます。はい、ということで、久留米市州立ですね、オンラインの授業もやってます。なので、お問い合わせがあるんですけども、オンラインの授業ですか、それともリアルの授業ですか、両方やってます。はい、で、リアルの授業は当然、この福岡県久留米市で、行ってるんですけどですね、はい、オンラインだったらもう本当に全国、やっておりますので、もう私も東北地方の方とかをですね、オンラインで指導したりとかありました。はい。ということで、一つにはオンラインかリアルか両方やってますよと。で、もう一つ聞かれる点が、男性の先生ですか、女性の先生ですかっていうことですね。両方おられますよっていうことですね。はい。で、最後に、なんだっけか、その社会人の先生ですか、学生の先生ですか、両方おられますよっていうようなことですね。はい。そういうふうなことで、この8通りをやっぱ聞かれるわけですね。はい。そのあたりからちょっと解説していきたいと思いますけれども、まずですね、実習室の利用に関してなんですけれども、最近その2人くらい実習室の利用に関して、お電話いただいてて、昨日、おとつい、高卒生の方がですね、実習室、私はちょっといない間に実習室の体験に来られてましたけれども、お二人問い合わせあって、一人、高卒生の方が 体験に来られてましたけれども、実習室のみでの利用も可能です。必ずしもその実習室プラス何か個別指導を取らんといかんとか、実習室プラス学びエド取らんといかんとかいうことはないですので、実習室のみというふうな申し込みのされ方でも結構です。実習室のみの場合には月謝が1万1000円になっておりますよということですね。はい。で、例えばその個別指導に関しては1万5000円という形で月謝をいただいているんですけれども、その実習プラス個別指導みたいになった場合には1万円と1万5000円という形で、その実習室のですね、1万1000円というのは1000円引きにしております。1万円と1万5000円で2万5000円というふうな形ですね。このコースが非常に多いです。実習室プラス個別指導、一人先生をつけますよという形で、この場合ですね、質問が多いんですけれども、その先生が担当される科目であれば、何でもありみたいな感じになります。ですから、英語と数学を教えれる先生いるんですよね。だから、物理と数学を教えれる先生いますし、化学と数学を教えれる先生もいますので、そういうふうに、複数教科を習いたいということであれば、そういうふうな、その先生の能力に応じての形になります。だからといって料金が2倍になったりとかしませんのでね、1人の先生につき1万5000円ですよっていうことですね。はい。ということで、私が今、勉強のためにですね、他の塾さんのオンライン授業に参加させてもらってるんですよ。大手のところですけどね、多分最大大手のところでしょう、オンライン授業ですね。めちゃめちゃ授業料高いんですよ。うちの2倍するんですよね。だからうちは1万5000円で週1回でやってるんですけど、同じ週1回のやつでですね、内容だと3万円ぐらいかかってます、そこは。こんなにお給料もらっていいのかなというふうに思いながらもですね、ちょっと私もいきなり。いい待遇で、雇われておるんですけれども、ちょっと勉強させてもらおうと思ってですね、うちもですね、オンラインの授業の申し込み結構多いんですよ。もう10人以上なんですよね。毎年毎年10人以上の方がオンライン授業を申し込んであります。
ので、ちょっとうちとしてもですね、どうやってオンライン授業をやったらいいかをちょっと今、研究しているところなんですが、はい、どんどん行きましょう。で、まずですね、うちの英語の先生で、オンラインのみという先生がおられるんですけども、この先生がすごい人気でしてですね、もう8人限定です、この先生は。この先生8人限定なので、もうすぐいっぱいになっちゃうんですよ。で、さらに言うならば、まあ、うちでその佐賀大学の医学部とか受かった皇学館高校の生徒とかいるっていう話をしたと思うんですけれども、まあ、この子なんかはですね、特徴的でしたけれども、もう中学生の頃から親御さんがもう6万、7万毎月月謝払ってですね、こういう英語の先生とかを捕まえて、週2回で指導とかをですね、お願いするので、そういう場合には、その週1回が8人です。あくまでね、週1回8人の計算ですから、その生徒で週2回、週3回と、1人で2人分、3人分取っちゃうと、もうそこでそれだけコマがなくなりますからね、そこはちょっと気をつけておいてください。はい、ということで、まあ、この一番人気の英語の先生、この先生は社会人の先生ですから、英語のみになります。で、先ほど言ったようにですね、1人の先生で複数科目を教えてるっていうのは、大学生の先生になってきます。だから大学生の先生は結構人気なんですよ。私の教え子だったりするんですけれども、まあ、これリアルでやってる先生ですね。まあ、一応今日、そのリアルでやってる先生たちにですね、まあ、ちょっと相談しています。オンラインもやってくれないかっていうのはですね、ちょっとオンライン足りなくなってきてるので、で、別個にそのオンラインはオンラインの先生たちがずらっとおられるんですね。その先ほどの先生みたいですね。はい、おられるんですけれども、まあ、実際のところ、リアルの先生たちが結構メインで、授業をしています。はい、ということでですね、オンラインの、その英語の先生が今一番人気なので、で、来年になれば開くと思うんですけれども、もうそれ目当てにですね、今のうちからもう申し込んでる子たちっているんですよ。申し込んでて、で、うちの英語の他の先生を習ってて、で、来年からその先生に交代するとかいうような感じですね、申し込みが来てるので、まあそういった形になっておりますよっていうことは、ちょっと抑えておいてください。来年にならないとちょっと開かないんですよね、みたいな話をちょっと私がチラッとしちゃってるもんですから、どうすると来年まで待っとこうみたいな感じで、じーっと待ってる人もいると思うんですけど、そうやってですね、もう今年のうちからもう申し込んでおいて、来年からその先生で英語を習おうみたいな感じになってる子もいたりします。はい、よろしくお願いします。で、それですね、国語の先生が社会人でおられます。うん。で、国語の社会人の先生がうちに毎週木曜日来てあるんですけれども、この先生今年で10年目なんですよ。だから久留米地修士の初年度からずっと週1回来てあるんですよね、この先生は。とてもありがたいんですけれども、まあ、英語が専門の先生なんですけれども、まあ、正直言ってですね、社会人の先生なんですけども、積極性がないんですよ、この先生は。積極性がなくて、やっぱどうしても他の英語の先生たちにこう、もう英語取られちゃってるんですよね、はっきり言って。他の英語の先生たち、ガンガンやりますから、もうそれで、この先生に関しては、国語を担当してもらってます。で、もうちょっとですね、これは英語の先生ではもう食べていけないから無理だっていうことで、もう今、国語の方に切り替えさせて、去年なんかはうちに来てた久留米親愛の子がですね、まあ、この国語の先生から国語を習って、同志社大学の英文学科のその推薦合格してますので、もう腕前はバッチリです。10年鍛えてますからね、うちで。10年鍛えてますから、腕前はバッチリなんですけど、積極性のある生徒さんじゃないときついんですよ。ということで、英語の先生からもう私は外してですね、国語の先生になってもらって、国語の先生がいないもんですから、リアルでね、いないもんで、国語の先生になってもらって、そうやって、その同志社の英文学科に受かった子なんか、ものすごく積極的な子でしたからですね、3年間うちに通ってきたので、同志社に受かりましたけれども、まあ、これだけ積極的な子であればいいやろうなということで、こう、担当してもらいました。うん。だから他の生徒たちもですね、高校3年生になったらもうお尻に火がついてますから、必死になってこう習いに行きますので、こういう子たちであればおすすめの先生です。はい、ということですね、国語の先生が毎週木曜日、リアルでいますけど、ちょっとオンラインはさすがに厳しいかなと思ってます。もうこの先生はもう4人限定ということでですね、やってます。はい、それからですね、あとは、まあ私の方が数学を教えてますけど、ちょっとそれ後回しにするとして、まあ、大学生の方がですね、とりあえずリアルで3人います。オンラインはたくさんいます。で、リアルで、3人の、まあ、大学生の先生がうちにいて、物理数学を教えている先生が今一番人気ですね。はい。まあ、人数が多いです。
はい。それから科学数学を教えている先生ですね。まあ、私が一番頼りにしている、まあ、大学生のアルバイトのリーダーですけれども、今3年生ですね。はい。で、残りの2人が、まあ、2年生なんですけれども、物理数学のことですね。もう1人、英語数学の先生がいます。英語数学の大学生の先生なんですけど、まあ、ちょっとよく言われるんですけどですね、お問い合わせで言われるんですが、もうちょっと大学生はちょっと嫌です。うちの子は社会人でお願いしますという形でですね、社会人の先生つけるんですけれども、もう社会人の先生、結構やっぱり本職でやってるからですね、厳しいわけですよ。厳しいともうついていけないみたいな感じでですね、もうなんかこう、すぐドロップしちゃう子たちでいるんですね。そうなるっていうと、やっぱりですね、この大学生の先生の方に流れていくんですよ。英語の授業とかね。うん。だからそういうことでですね、必ずしも親御さんは社会人じゃないと嫌って言うかもしれないけど、本人の方は社会人は嫌っていうふうに言うんですよね。そこら辺があるんですよ。うん。だからもうそこまで厳しくされんでもっていうようなところで言われたりするんですけれども、やっぱある程度厳しくしてもらわないと、やっぱりそれで食べてる人たちだからですね、プロですから、彼らは。もう大人の人たちだからですね、大学生みたいに、プロじゃないっていうわけではないですから、うん。だけれども、やっぱりですね、本当はその高校3年生とか高卒浪人生で、社会人はちょっと厳しいですと、社会人の先生嫌ですっていうのは、ちょっと困るんですけどね。はい。ということで、まあ、なんちゅうのか。まあ、親御さんの考えと本人の考えがやっぱ違いますから、途中でね、英語の先生についていけないみたいな感じになってくると、ちょっと考えてもらわないと困ります。はい。ということですね。親御さんの思い込みみたいなのがすごく強くてですね。はい。あります。で、ちょっと本当に申し訳ないんですけどね、高校の先生方にも結構参加してもらってるんですよ。で、高校の先生方が、指導するとですね、もうすぐ、なんちゅうかな、体験授業を最初やってもらうんですけど、もう体験授業で逃げちゃったりするんですよね。うん、体験授業で逃げてしまうので、もう嫌だ、怖いとかいう感じですね。ちょっと困ったなというようなところがあるんですけどですね。で、結局、まあ、女性の先生が嫌みたいな感じですね。社会人の先生だったら女性の先生は嫌ということで、まあ、さっきの8人もすぐ満帆になってしまう女性の先生とかですね、頑張ってもらってるんですけれども、ちょっと、なんちゅうのかな、ものすごく最近の子たちっていうのは、もうなんか、ものすごく、怖がるというかですね、そういったのがいろいろあります。はい、ちょっと申し訳ないなと思ってですね、せっかくうちに講師登録してくれている先生方おられるのにですね、うん。で、あとですね、だからもう特に、一つにはオンラインは嫌だっていう保護者の方、生徒の方がおられたりするのと、まあ、オンラインでもいいんだけど、ちょっと男の先生はちょっと嫌ですみたいな感じで、まあ、男子の大学生のオンラインとかですね、なかなかちょっと登録が入ってないっていうところがあったりしますけれども、うん。で、それからですね、まあ大体そんなところですかね。はい。で、あとは、学びエイドが、まあ、月謝が1万1000円という形ですね。全教科、全科目習えるということで、まあ、これに関してはもう結構繰り返し解説はしていると思いますから、大丈夫だと思います。もう、東進衛生部校で10年私が働いていて、東進衛生部校とまともにね、同じぐらいの価値があるなと思えるようなものは、もうこの学びエイドしかありません。うん。で、これだけ安いものをですね、全教科、全科目受け放題で提供してもらってるんですが、非常にありがたいんですよ。これ利用しない、手はないなと思ってですね、もう坂西高校でもうビリで入ってこられた、ね、高校1年生の時にもう本当にビリの方だった生徒さんがもう今上から10番台とかに入ってるんですよね。もう坂西高校の生徒ですから、もう週に1回土日ぐらいで通ってくるぐらいしかできない子だったので、ほとんど家にこもって学びエイドやっとくしかなかったので、これはすごくいいんですよ。で、さらに言うと、前にも紹介したように、今ぐらいのですね、ちょうど今ぐらいに、中学生の子ですけども、もう学校の体育の授業で大怪我して、で、もう入試直前だっていう時に、もう塾に通えないやという状態だったので、もうお家でですね、まあ、お兄ちゃんが使っていた学びエイドですね、ここの塾に来ていたお兄ちゃんが使ってた学びエイドをこっそりこう使わせてもらってですね、学びエイドに中学生授業もあるんですよ。中1、中2、中3の授業も入っててですね、それずっとやっていたら、ちゃんと成績上がってるんですよ。お家にいる間に。まあ、これ、さすがにですね、入試目の前の、中3生とか高3生とかだから、
まあ、上がるっちゅうのもあるんですけどね。だけど、やっぱりその高校1年生の時はですね、その坂西高校の生徒さんなんかずっとコツ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 やっていたのは、やっぱりそれだけ意識の高い生徒であればですね、まあ、お家でずっと学びエイドで上がっていくっていうのはあると思います。まあ、どうしても数学が弱かったので、週に1回土日とかでですね、私から数学の個別指導は習っていましたけれども、あとはずっとオンラインっていうかですね、結局、うちでオンラインとかでつながって、オンラインとかですね、あるいはリアルとかで、個別指導を申し込んだ生徒さんたちっていうのには、LINE の交換してます。で、しょっちゅう LINE とかでですね、質問を送ってきてます、生徒たちはですね。そうやって、こう、学校の宿題いきなり当てられた、明日黒板に書かなくちゃいけない、恥かかされるとか、なんかあった時には、パッと送ってもらってね、こうやって解くのよってた感じで送り返したりとかしてますんでですね、そういったのは結構大事です。はい。で、最後にちょっと私の数学の個別指導ですけれども、まあ基本的にですね、数学を教えれる大学生たちがずらっといるもんですから、数学に関して、ほとんどの久留米市修士に入ってきている子たちに関しては、そのせ、あの、大学生の先生たちに任せてます。まあどうしても私じゃないと嫌だっていう方は私の方で教えてますけどですね、その代わり数学一教科になります。だから数学一教科、社会人の先生というのはもうみんな一教科なんですよね、基本的に。で、社会人じゃない大学生の方だと非常にありがたいことに複数教科を教えてくれたりするので、まあ、大学生の方が結構人気があったりするというところはあるんですけれども。ね、よいしょ。で、一応ですね、私の方で今、大手のオンライン授業のところに参加してます。で、それでですね、もう申し込みがすごいんですよ。もうドカドカドカ来てます。本当ですね。ものすごい数です。あ、もうこんなにオンラインの申し込みってあるんだなっていうふうに、よそ様のですね、塾様の状況が伝わってくるんですけれども、まあ、生徒取り合いなんですよね。だからその中で余った生徒だけは私の方で担当したりさせてもらったりしてるんですけれども、いやー、そうですね。やっぱりちょっとやり方を考えないといけないなっていうふうには思いました。だから、まあ、うちと違ってですね、うちと違ってっていうか、まあ、なんちゅうかな、やっぱり一番私がやってて反省点だったなっていうふうに思うのは、まあ、うちに来てる子たちっていうのは結構、ギリギリの D 判定、E 判定とかの子たちが多いので、基礎レベルでこう、オンラインとかでね、授業をやってるわけですよ。だけれども、そっちの大手の塾さんの方なんか結構 ABC 判定みたいなね、すごくできる子たちが来て、で、できる子たちなんだけれども、さらに数学やりたいみたいな子たちとか結構いたりするんですよね。だけれども、ちょっと気をつけないといけないなと思ったのは、そんなに数学ばっかりやってると、他の教科がボロボロになるよっていうことで、ちょっとね、そこら辺で数学はね、ここら辺までよっていうようなことを、ちゃんと私がお伝えしないといけなかったなっていうのがあったんだけれども、そこを伝えずにですね、いつものようなやり方で、まあ、ここら辺までやっとけばいいよみたいな感じで、パッと終わらせてしまっていたところが、どうも、なんちゅうかな、消化不良というか、なんでここら辺やってくれないのみたいなところがですね、やっぱりあったと思うんですよ。でも、そこはちょっとやらん方がいいというか、もうちょっとね、基礎問題で分かってないのがいっぱいあるんですよね。そういう子たちもですね。すごく成績優秀だけど、そういう、こう、簡単な問題が解けてないっていう子たちが結構いっぱいおられたので、そっちの方をしっかりやった方がいいっていうことをですね、ちゃんとお伝えしないといけないなっていうのが、今そちらの方に参加していて感じている、ものすごく感じていることですね。だけど、結局、それで、まあ、不満が出てきているところがですね、あったのをちょっと感じているのは、やっぱりその辺の難しいところだけやってほしいみたいなことをですね、結構そういう要望があって、それ上滑りしちゃうんですよ。だから基礎ができてない状態で、上の方の問題だけ高校やっててもね、もう全然これは意味がなかったりしますから、まずその上の方の問題を理解するためには、基礎部分をしっかりやらんといかんっていうのがですね、まあ、ちょっとこの前もなんかもちょっと竹田塾の方でアルバイトしている大学生の教え子なんですけれども、やっぱ言ってましたけどですね、やっぱ竹田塾なんかも、ものすごく上の方を狙っていくような、大量にお金出すようなご家庭ばっかり集まってきてると。で、上の方を狙ってるはいいんだけど、質問してる内容を全然理解できないと。質問してる内容を
解説するんだけど理解できないと。だから基礎の部分をやらなくちゃいけないのにと、ね、私の教え子だからよく分かってるんですよ。そういうようなところはね。上滑りするよっていうことをね、繰り返し言ってるわけで、結局数学とかに手を出す子たちっていうのはずっとそういうふうにね、入試問題をやろうとするけど、基礎が全然できてないわけですね。だからそこら辺をしっかりやらないと、やっぱりオンライン授業にしても何にしてもうまくいかない。まあ通常の授業であればね、リアルの授業であれば、普段から授業以外でもこうコミュニケーションが取れますからですね、そこら辺ちゃんと理解してくれるんだけど、このオンライン授業っていうのは、そのリアルでの接触がない分ですね、その授業の中だけでしか勝負ができないっていうところがあるので、ちょっとそこはですね、しっかりお伝えしないといけないなっていうところですね。まあ、普段からも、その、やっぱオンライン授業ですから、LINE とかでもつながってるのでね、まあ、私の1000枚の受験マニュアルとかもしっかり送ったりするべきだったなというようなところですね。まあ、いろいろそこら辺は考えるところではあります。はい。ということでですね、ちょっと20分過ぎちゃったので、これ以上は長くできないなと思うので、ここら辺にしておきたいと思います。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入った方はチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。